声を披露してくれる選手は加藤さんどうなりますか。はい、野手チームからはブライト健太選手、そして宮大成選手です。曲はエイト香水。ちょっと点数には
あと一歩結びつかなかったかもしれませんけれども、皆さん大きな拍手をお送りください。やりきったの。それでは結果なんですけれども、はい、カラオケ王決定戦の対決は、投手チームが鈴木博士選手 84.430 で、そして野手チームブライト健太選手、宮大成選手が 69.882 ということで、投手チームの勝利です。ありがとうございます。おめでとうございます。